をね消化しなきゃいけないんですよ。今日のお供はポカリスエットとカフェオレです。高田いらっしゃい。今日から、もう6匹とりあえず決めてて、その子を色違いしながら、まあ個体値もね考えるけど、性格補正とか後からできるからさ。やばくないそれ。ザシアン 5V はやばいよ。それはやばいよ。え、すごい、何それ、すぐ？いや、申し訳ない。ほんと、ちょうど来たばっかりでね。しなきゃなと思ってさ、してるけど。チラーミーも入るよね。チラーミーも可愛いに入るよね。このネズミみたいな。でも、高田いらっしゃい。実際は、ランクまでも使える子じゃないと。なと。あー、雪はみ使えるもんね。たたっこかわいいか。ちょっとこのラプラスはとりあえず、刺させて、バイバイするやつね。キャンディー5個ありがとう。ドラメシア可愛いかな。みんなの可愛いの基準あかん。ボーマンダ可愛いと思う人。確かに。さよならする子なのに色違い出たら面白いね。それは運良すぎるね。産んだのにちょっとね、多くてこの子が。近い。いやー、マジで応援してください。多分もう私超絶意味わかんないことになると思うんだ、やりながら。泣き始めるかもしれないし、出なさすぎて。やばい、想像したらもう泣ける。怖いもん、今からめちゃくちゃ怖い。私骨折したまんま運動会出た。ムンタン学校忙しくなったのか。お久しぶり。ためる、あの一列でためて、それから孵化させるタイプ。あのボックス埋めてさ、で左一列だけ縦に残しといて、開けといて、そこに卵入れてって感じ。アツシの孵化させ方。謎の草。だにだに。一斉に逃がす方法も実はある。あー、いた。一匹だけいた。よくわかんない子が一匹だけいました。個体値もぐちゃぐちゃですね。よし、じゃあこの子でいいとして、預けますか。メタモンと謎の草。謎の草の色違い厳選か。謎の草自体可愛くないんだけど、まあ綺麗花に進化する子という考えで、やっぱ配信で出した時に感動があるじゃん、色違いを。泣くわ。待って、謎の草に画像変える。さすがに綺麗花が生まれるわけじゃないもんね。一応国際孵化になるから確率は上がるんだけど、それでもって感じだよね。とりあえず謎の草入れ替えたいから、個体値がいいやつ残して、あ、これ 4V だ、これ 4V だね。とりあえずここを逃がして、あ、ラッキー、性格もずぶといだ。ラッキーだ、ほんとラッキーだ。待って、謎の草の性格を変えたくない。性格を変えたくない場合は変わらずの石を持たせればいいんだっけ。いやー、ラッキーすぎた。性格をすぐに、これ性格補正する必要がなくなったのはめちゃくちゃ嬉しいね。吐きくけだから、ここにしよう。変わらずの石。あったー。2180匹。沼ってる。それ逃がすかー、もったいないけれど。 5V なんだけども、性格まず違うしね。1000超えるんじゃないかなって思ってる。超えちゃうんじゃないかなって。そうなんだよね。これでいいか。こうすればいいのか。さあ、生まれたね。
いい答えがないかな。ずぶといの性格で5分以上がいいんだけど、これずぶといかな。変えるか、これに。これに変えますか。この子を今度は預けると。間違えて卵を受け取らないにしちゃったの一回あって、その卵が色違いだったらって思ってしまうので、本当に最強ですよ。まあそう考えてしまうよね。先にこっち刺させないとダメか。これはいらない方のやつだから2週間もかかったりするんだ。怖いなそれ。かわいいな。かわいいな、すみっコ暮らし抱きながら。さてさて、性格は固定されて、これ違うわ、性格固定されてない子たちだったかな。これはもう逃がそう。バイバーイ。謎の草だらけになっちゃうね、この辺。今アイテム貧乏で厳選してもなかなか育成できない。アイテム貧乏。私ずーっとレード入ってたからめちゃくちゃアメとかあるもんね。やっぱレードなんだよね。色シャンデラすごい荒い。ロサンデラーかわいいっしょ。目もお金もない。飴ないのか。みんなで一回レード回したりした方がいいのかもね。あ、そういえばもうすでに1日目にしてあれだったよね。1日目にして27万人がデラオラに勝利したとか。だから100万人達成できるかもね。あと1週間、あと1週間ぐらい。デラオラ。これで35匹目かな。やるよ。でもすぐ出る人もいるんだろうな。のいい人は。来い来い来い。私結構元気なくなっていくかもしれない。ほんとその時は応援して。 やばい。さあ来い来い来い。ああそうだよね、そうだよね、来ないよね。いやー、どっかに色違い混ざってるかな。今受け取った卵の中に色違い混ざってるかな。部じゃないな、委員会かな。部活じゃないからね。ドラえもんくんいらっしゃい。こんばんは。放送委員だね。放送委員。うちの学校ではそうやって呼んでたかな。早いな、卵できるのが。歯が追いつかんもん。いや、快適ですな。冷房のもと色違いをできる。そしてみんなとコメントを交わしながら配信しているという。こんばんは。ダゴンくんいらっしゃい。こんばんは。来てくれてありがとう。めちゃくちゃわかるよ。そんな大パンするんだいみんな。お、出た。 出た。待って、出たんだけど、やばくない？出たよ、めっちゃ早いじゃん。ほんと44匹目かな。やったー、出たー。出たー、めっちゃ嬉しい。やばくない？めっちゃ 嬉しいな。おー、いけちゃん、拍手9個ありがとう。びっくりした。
どこだ？これか。じゃあやっぱ44匹目だ。44匹目で綺麗花じゃない。謎の草の色違いが出た。やったー。びっくりしたー。早すぎて草だね。本当に。44匹。やったー。これは嬉しい。ちなみに強さは？ロリポップありがとう。やばい、これテンション上がるね。あー、いい感じですよ。攻撃まあまあだから。いや、配信はないよ。あー、いいね。やばいやばいやばい、これ嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。まあ一応理想個体として使っていける子だからいいね。うーちゃんいらっしゃい。そう、しかもメス。やったー、これ嬉しい。じゃ、終わり早くない？謎の草はね、まだあと5匹私やっていく予定あるから、これとりあえずツイートしてくるわ。タイミングよ。これはとりあえずツイートですね。ざわめく心の声、君はもう来ない。懐か